ブハラ半国は、16世紀初頭から20世紀初頭まで、ゼラフシャン川流域、ヌル、アタサンチ、アムガー流域に栄えた諸、トュルク系イスラム王朝。現在のウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンの一部に存在した。基本的に、ブハラに首都を置き、藩を衰退する国家の総称なので、歴史的には、シャイバーニー朝、ジャーン朝、マンギと朝の三王朝を指す。 このうち、マンギとアザは藩からアミールへ君主号を変えたので、ブハラ・アミール国とも呼ばれる。1557年、シャイバーニー城のイスカンダル藩の第二、サマルカンドからブハラに戦として以降、ブハラ藩国と呼ばれるようになる。アブドゥラーフ二世の地政下において最盛期を迎え、バルフ及びフェルガナ、タシケント、ホラーサーンのヘラート及びマシュハド、ホラズムを征服した。この ロシア帝国との接触も起こった。ピール・ムハンマド2世の死後、シャイバーニー家が断絶したため、シャイバーニー長は、バーキー・ムハンマドに範囲を譲り、ジャーン・アサに変わった。1611年頃に即位したイマームクリーは、国内の治安と経済の発展を図り、首都ブハラに各地から著名な学者を招いて、学芸の振興に努め、ジャーン・アサの最盛期を築いた。 このことは中央アジアの暗黒時代における唯一の光業となった。しかし、イマームクリの死後は後継争いが相次ぎ次第に荒廃していった。1740年、アフシャール・朝のナーディルシャーが中央アジアに侵入すると、藩のアブール・ファイズはナーディルシャーから贈り物を受け取り、婚姻関係を結んでアフシャール朝の従属下に入った。この頃から、 最小の地位にあって、権力を握り始めたのが、マンギト部族出身のムハンマドラヒームであった。彼は、アブルファイズの後を継いだ、アブドゥルムーミンを暗殺して、権力を掌握し、1756年には、最後の藩である、アブルガーズイーを廃して、自ら藩くらいにつき、ジャーン・アサを滅ぼしてマンギとアサを創始した。1850年のブハラ・アミール国マンギト・アサは、 チンギスンの男系男子の系統ではなかったため、チンギス島原理の意識から、初期の君主は範囲を名乗ることを躊躇することがあって、範囲を名乗ったり、アミールを名乗るなどして君主号が一定しなかったが、シャームラードの時にアミールを正式な君主号としたので、以降をブハラ・アミール国と呼ぶことがある。歴代カリフの称号であったアミールあるムーミニーンを採用したということは、 イスラーム国家の理念を掲げるものであり、以降の君主も反応を名乗らずアミールを名乗り続けた。19世紀において、バルカン半島から中央アジアに至る広大な地域を舞台にイギリスとロシアとの間で、いわゆるグレートゲームが展開された。北から進攻してくるロシア帝国は、1868年にはサマルカンドを占領して、ブハラ・アミール国を 1873年には、ヒバハン国を占領し、1876年に、高官土ハン国を占領して、中央アジアにおける三ハン国を、ロシア帝国の保護国とした。1920年10月、労働者の放棄が起こり、赤軍が首都を攻撃した。放棄後、国王は逃亡し、革命委員会が権力を掌握し、独立国家と承認された。 1924年、民族派共産党員の大部分が更迭され、ブハラ人民ソビエト共和国となった。アブルハイル、女チの子シバンから7世の子孫ダウラトシャイフの子。ムハンマドシャイバーニーハン、アブルハイルの子シャーブタクの子、クチュクンジハン、アブルハイルの子、アブーサイード、クチュクンジの子、ウバイグラーハン、ムハンマドシャイバーニーの兄弟、マフムードの子アブドゥッター1世。 ククチュクンジの子アブドゥルッタティーフ、ウバイドゥッダーの弟ナウルーズ、アフマドハン、アブルハイルの子、セビンチホージャの子ピールムハンマド一世、アブルハイルの子、ホージャムハンマドの子ジャーニー、ベクの子、イスカンダルハン、ジャーニーベクの子。ブハラ二千と。アブドゥッター二世、イスカンダルの子アブドゥルムーミン、アブドゥラーフ二世の子ピールムハンマド二世、ジャーニー、 ベックの子スライマーンの子、バーキー・ムハンマド、ジャーニー・ムハンマドの次男はリー・ムハンマド・ハン・ジャーニー、ムハンマドの三男イマー・ムクリー・ハン、リー・ムハンマドの長男ナーィル・ムハンマド・ハン、リー・ムハンマドの次男アブドル・アジーズ・ハン、ナービル・ムハンマドの長男スブハーン・クリー・ハン、ナービル・ムハンマドの次男ウバイド・ルダー・イッセイ、スブハーン・クリーの長男のアブル、ファイズ・ハーン、スブハーン・クリーの次男、アブドル・ムーミン、 アブルファイズの長男ウバイド・ウッター二世、アブルファイズの次男アブル、ガーズ・イ・ハーン、イマー・ムクリーの孫、サイード・イブラーヒームの子、ムハンマド・ラヒーム、1753年にアミールを称し、1756年にハンを、戦勝した。ダニアル・ビー、ムハンマド・ラヒームの叔父、シャーム・ラード、ダニアルの子、アミールを称する。サイード・ハイダルトラ、シャーム・ラードの子、フサイン・ハーン。 ハイダルの長男ナスルラハーン、ハイダルの三男、サイード・ムザファルティン・ハーン、1868年、ロシア帝国の保護国になる、アブドゥル・アハド・ハーン・ムハンマド・アーリ・ムハーン、老農赤軍の部隊により打倒、カーブルに逃亡し死去、ありがとうございます。